先月24日、三条市の西多良田小学校で行われた卒業式。村上幸之助。卒業証書を手にしたのが、スノーボード界の未来アスリート、村上幸之助くんです。学年の中心人物だと思います。ムードメーカーで、やっぱ中心的な存在で、話がうまい。クラスの人気者もスキー場ではその表情が一変します。何行く？何行く？じゃあセブン。おお、フロントハーフパイプで次々と技を繰り出す幸之助くん。そんな幸之助くんがスノーボードを始めたのは3歳の時でした。いやー、上手上手。そのまんま。お、上手上手。あ、パパについてた、パパに。4歳にしてスノーボードを乗りこなし、9歳で日本史上最年少となるプロスノーボーダーに。そして小学生最後の全国大会ジュニアオリンピックでは、小学生では幸之助くんしかできないキャブの1080を決め、優勝を飾りました。去年はジュニアオリンピック優勝できなくて、でも今年は優勝できてよかったです。その強さの秘密についてコーチは、自分なりに考えて、あ、これはなんか違うなとか、あ、これはいいなとか、自分で試しながらなんかやってる。ただ言われた通りまんまにこうやってるんじゃなくて、なんか自分でやっぱ考えてやってる感じありますね。この日の練習でも母智子さんが撮影した動画を見ながら、一本一本課題を見つけて滑っていました。高さとか、なんか完成度とか見てます。今日は高かったです。そんな幸之助くんの憧れは、平野歩夢選手です。北京オリンピックで金メダルを獲得した平野歩夢選手。憧れの平野選手と村上市の練習場で会ったことがあると話しますが、いや、喋ってません見て、どう思いました？かっこいいと思いました。話しかけることができなかった幸之助くん。それでも世界のトップスノーボーダーを目指して、シーズン中は全国を車で移動し生活しています。もらうパンだよ。やだいらないよ、もうご飯。え、もういらない。1年生だから 5年ぐらい。5年、5、6年。夜は車で寝てましょう。よし、遠征するとここで寝てます。車中泊が続く生活にも智子さんは、中途半端というかよりは悔いのないように練習してほしいなっていう思いもあり、でもなんか慣れてくると楽しいよねまだあどけない表情も見せる幸之助くんですが、新年度からは中学生となり、カテゴリーも変わります。高さと12を覚えて、大きいお兄ちゃんとかと戦えるようになりたいです。金メダリスト平野選手に憧れる12歳。卒業文集に夢をしたためていました。誰もやってないこととかやって、見てる人がなんか嬉しくなるような滑りをしてます。最終的にはオリンピックで金メダル取りたいです。